ご遠慮ください、テント内も禁煙です。昨年の3月11日、正確には3月、私の中では15日から、このまま黙っていたら私は何のために生きてきたのか、そんな思いがとても強くあります。大井原発4号機5号機、これを再稼働させてしまったら、全てが同じような形で該当し適用されていってしまう。私たちはここで再稼働を止めるしかないし、ここから始まり、ここから全てを変えていく民主主義の新しいスタートだと思っています。